今日はお昼からのスタートですです早速ジョイフルでランチいただきます今日日替わりランチですが火曜日なのでハンバーグポテトコロッケでカフェプレートランチがティリヤキペッパーチキンサラダかこっちかなハンバーグとポテトコロッケにします ではいただきますハンバーグとコロッケとサラダとあとライスライス多いなではいただきますこれでランチが500円というのも毎回驚かされるんですけどハンバーグが意外とうまいうん。いけるうまいお次はコロッケいただきますコ、うん、ロッケもうまいです ごちそうさまでした非常に美味しゅうございましたちなみにここのジョイフルはいつものジョイフルと違う場所です 津田の松原で開催されている T シャツアートを見にやってきましたこれ去年も見に来たんですけど今年も開催されているということなんですが爽快ですねこの砂浜にこの T シャツアート海風に揺れてめちゃめちゃ気持ちがいいですで今撮影に使っているカメラですが DJI のオズモポケット3になります。でマイクですが今日は内蔵マイクではなく DJI マイク2を使っています。ワイヤレスのマイクとなります。で今これモフモフなんですけど純正のモフモフじゃなくてお手製のスポンジで作ったモフモフ装着してるんですけど結構ね風あるんですけどこれ風あきリオどうかなこれで結構効果が出てたら。 かなり使えるかと思うんですけどあの純正のモフモフってこう毛のタイプのやつになるんでちょっとね目立ってあんま好きじゃないんですよねあと毛が抜けちゃうっていうところもあって扱いにくいんですけどこういったあのスポンジタイプのものを使えると非常に扱いやすいんですねただ毛のものに比べるとどうしてもスポンジの間からこう風通しちゃって若干風切りをするかと思うんですけどまあこの辺がどういったレベルになるかっていうのもちょっとこの辺りでね今日撮影しながら確認したいと思います 昨日紹介ししたた GR3 持ってきましたこの GR3 本当に普段からバッグの中に掘り込んでいけるぐらいのサイズなのでめっちゃ携帯性がいいですで。機動性もあるのでこう電源オンにしてからこうシャッター切るまでめちゃめちゃ早く押せるんでこのあたりのね使い勝手が本当にいいですね。こんな感じで電源入れてすぐパシャッと。 去年より少し展示数が減ったのかななんかそんな感じがするんですけど、そんなことないか。もうとにかくこのオズモポケット3のテーブル補正の安定性がめちゃめちゃすごいですね。もうこのあたりはアクション感あ、アクション感はまあまあ効くかと思うんですけど、ミラーレスカメラだったりだとか、あとコンデジなんかもう太刀打ちできないですね。もう本当に安定して扱いやすい。 あこれ正式名称で、砂浜フェスティバルなんですね。T シャツアートのこの隣の奥側ですね、ここは津田の松原というんですが、夏になると海の家が出たりする海水浴場になります、まあ、香川県下ではかなり有名な海水浴場です。で、この奥側ですね、この向こう側にドルフィンセンターがあります、あのイルカと触れ合える施設があります相変わらず瀬戸内の海は穏やかです。 自撮りするために、真ん中、ジョイスティックの真ん中、三回押すと、自撮りモードになります。また、三回押すと、前側。 16時を回りました。先週金曜日にこの DJI Osmo Pocket 3届いたんですけど、今日火曜日なので、金、土、日、月、火、今日で5日目になります。本当毎日のように使っているカメラになるんですけど、 購入された方もかなり満足度高いんじゃないでしょうか。もう僕自身はものすごくもう大満足しています。まあ細かいところを言えばもうちょっとこう当たったらいいなとか、ここちょっと改善してほしいなっていうところはあるんですけど、もう使い勝手だけで言うとね、かなり使いやすいっていうことと、あと映像自体も非常に綺麗、そして音質なんかもかなりいいので、もうかなりの満足度高いカメラだと思います。 で、ちょっとおさらいしておくと、まあ僕の運用方法なんですけども、基本的にね、こうもう右手でこんな感じでずっと片手持ちして撮影するスタイルっていうのがもうほとんどになっています。で、電源起動するときっていうのはここの液晶部分を親指で軽くこう、こんな感じで回してやるだけで起動できちゃうんですね。このあたりの運用がすげえやりやすくて、あともうボタンもすごくシンプルで、このジョイスティックとこの録画ボタンのこのボタン類で2つしかないんですね。で、ここの録画ボタンを押すと録画開始する。で、終わったら、 えー、もう一回押すとログが終わるんですけど、えー、画面消すとき、電源オフにするときは、この液晶をまた、え、縦に戻してやると電源オフになるっていうような。で、まあ、また持って歩くっていうような。まあ、こういった撮影スタイルになります。で、えっ、ー、とね、前回とあと前々回のときに少し話していた、このジンバルの速度なんですけど、ちょっともう一回説明しておくと、えー、まずね、電源起動させて、はい、で、ここスワイプですね。上から下にこう、こんな感じでスワイプしてやって、 こいつですね。この人が走っているこのマーク。ここを押してやると、この回転速度。まあ、ジンバルのこの回転速度ですね。を変更することができます。多分、デフォルト、あの、状態で、あの、購入した時になってるかと思うんで、この真ん中なんですけど、僕はもう基本的にこの高速で使うことを、を、えー、もうメインとしました。というのが、デフォルトだとか、あと低速にすると、例えばなんかね、自分が撮影したいものに、えー カメラを合わそうとしても、すぐね、パッと合わないときってあるんですね。で、結構遅れてカメラがこう、ついてくるっていうような形になって、で、撮影したいところにパッとこう、画面が合わせられないっていうところがあるんですけど、まあ、さっきの画面を高速にしてやることで、ここを高速にしてやることで、まあ、自分がこう、撮りたいところにパッとこう、 え、カメラが、え、向いてくれるという、まあそういった使い方ができるので、もう基本的にはまあこの高速モードで使用するっていうのがね、僕の場合はもうメインになってくるかと思います。まああとは撮り方によっては低速の方が良かったりするっていうこともあるので、まあその時は一旦また切り替えするようになるかと思うんですけど、基本 Vlog 撮影だとか普段使いの時っていうのはもう高速モードでの撮影っていうのが基本になるかと思います。今日最後に紹介したかったのがこれです。これパッと見たらなんかわからないかと思うんですけど、 クリエイターズコンボに付属してくるワイヤレスマイク DJI マイク2になります。こんな感じで今運用しています。ま、いろいろと自分で使いやすいようにちょっとま、工夫してるわけなんですが、最終的にこういった形になりました。これ何やってるかというと、本来はここのマイク部分に付属あのケノタイプのモフモフですね。これ今日ちょっと話したかと思うんですけど、本来はここにピンマイクの穴にモフモフをピッと刺して、あのケノタイプの純正のものを使うのを が、えー、通常だと思うんですけれど、僕ちょっとあの、あの毛のタイプのものあんまりこう好きじゃなくて、で、なんかちょっと抜け毛があったりだとか、で、なんか目立つでしょ、あれって。結構色があの、白っぽかったりするんで、結構目立つんで、もうあれは使わずに、もう自分でこういったあの、工夫して、スポンジをあの、カットして、両面テープで貼り付けしています。で、さらに、こういったあの、黒のテープを周りに貼ることでね、完全にもう固定しています。で、えっ、ー、と、ここのね、どっちだったかなどっちかに、あの、3.5mm の ピンマイクがさせるような、あの、マイク穴があるんですけど、もう基本的には僕ピンマイク使わないので、もうそこ使えなくてもいいやということで、もうあの、スポンジこういった形で貼り付けしています。これだとあんまり目立たないでしょそれと、あと、 えっと、見た目すごいね、この表面が半透明でかっこいいこの DJI マイク2なんですけど、結局あれってね、使ってるうちに結構傷だらけになってくると思うんですね。と、あとこの真ん中に白文字で DJI っていう文字が確かあったと思うんですけど、ちょっとあれがね、やたらこう胸元なんかにこのマイクを取り付けしていると目立つので、もう完全にね、こういったあの黒のテープで隠しちゃいました。 で、表面も傷がいかないように、傷防止のために、もう全体というか、この表側の方はこういったテープ貼っても隠してます。まあ、こうすることで、まあ、マイク自身があんまり目立たなくなるということで、まあ自分自身にはね、結構、えー、いいんじゃないかなと思って、今こういった形で運用しています。で、これ裏側見てもらうと、まあここが、えー、これがまあ強力なマグネットになっていて、ここがまあ鉄製になるのかな。プレートになってここが、 パチッとひっつくような形になるんですけど、このマジックはね、めちゃめちゃ強力で、剥がすときに結構ね、剥がしにくいんですね。こう引っ張ってもなかなか外れないんで、結構こんな感じでスライドして外すような形になるかと思うんですけど、これね、今までの経験上から、こういったマグネットのものを使うと、このあたりの、ね、プレートが結構傷だらけになってくるのと、あとこの DJI の文字はひょっとしたら大丈夫かもしれないんですけど、他のメーカーのものだとね、ここの文字が、 えー、結構ね、これ、擦れて消えてきちゃうんですね。なので、まあ、これも傷防止のために、まあ、こういった形でテープ貼ってます。で、テープをちょっとね、若干長めに、こう、貼り合わせることで、ここね、これ持ち手、これベロなんですけど、この持ち手をちょっとね、あの、工夫して付けてやることで、剥がすときも簡単にここ、引っ張って、えー、こんな感じで剥がすことが可能になります。まあ、これね、めちゃめちゃ便利なので、まあ、あの、もし、えー、こういった、 えー、興味ある方はね、あの、真似してもらったらいいと思うんですけど、あの、ちょっとした工夫することで、このマグネット自体が、かなり、こう、えー、取り外ししやすくなるので、まあ、これ非常におすすめです。あと、こっちのね、傷防止にもなるので、まあ、こういった使い方するっていうのもね、ちょっと頭に入れておいてもらったらいいんじゃないかなと思います。めっちゃ便利。まあ、こんな感じでテープ貼ってやったり、このマイク風防自体をスポンジに変えてやるだけで、まあ、目立ちにくくなるっていうことと、まあ、見た目もスッキリするので、 ま、服だとか、あとバッグだとかに取り付けしても、そんな目立たないんじゃないかなと思います。まあ、僕自身結構ね、このスタイル気に入ってるんで、まあ、あの、ワイヤレス5だとか、ま、そういったあの、同じようなワイヤレスマイクでも同じような感じで今まで使ってきてたんですけど、まあ、今回の DJI マイク2に関しても、ま、同じような形で今後使っていこうかと思います。専用のケースに入れても、ま、ここがね、あの、ケノタイプみたいにこう前に飛び出してこないので、まあ、このあたりもスッキリしていいんじゃないかな。 最後に今日届いた、これの開封やって終わります。袋からもう中出しちゃいましたが、長袖の T シャツを2枚購入しました。今回購入したのはノースフェイスになるんですけど、もうできるだけシンプルなモデルが欲しかったんですけど、なかなか良さそうなのを先日見つけたんで購入してみました。えー、ホワイト、白と、えー、グレーになります。胸元にワンポイントがあって、で、これを裏側にもあるのかな 裏側は右肩口ぐらいにこのノースフェイスのワンポイントがある。本当に非常にシンプルなデザインです。でグレーの方も同じですね。左胸にワンポイントがあって、これは裏側にポイントなしですねあ。非常にシンプルでいい感じ。こんな感じでこの冬に向けて新しい長袖の T シャツ2枚購入しました。 とにかく内蔵マイクの音質がめちゃくちゃいいのと、しっかり音を拾ってくれるので、このワイヤレスマイクまで使う場面っていうのはそこそこないかもしれないんですけど、ただね、やっぱり風が強い時であったりだとか、まあ、どうしてもあんまり大きな声で喋られない時、あとカメラから離れて、どうしても音声入れたい時なんかは、こういったあのワイヤレスマイク、DJI マイク2なんかを使っての撮影っていうのが どうしても必要になってくるかと思うんですけど、まあ、ちょっとしたね、工夫してやるだけでかなり使いやすくなったり、こう見た目もあの、スッキリするんで、まあ、このあたりね、これからもちょっといろいろ工夫しながら使っていこうかと思います。はい。というわけで本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。